嗨，大家好，青瀬です。今日もよろしくお願いいたします。で、今日は月曜日ね。今日から素晴らしい週間、皆さん一緒に楽しく過ごしていきましょう。今日は実は、こうお茶飲みながらいろいろ仕事してて連絡してて、で、そうや今自分こう飲んでるお茶ちょっと伝えていこうかなと思って、本当に毎日この動画はもう自分そう思ってることやってること本当にこう今撮影して皆さんと共有してますので、それもいいかなって、毎日の私そのままね、皆さんこう一緒に来よう、これをできたら、ね、いいなと思ってます。今日のお茶は最近ね、昨日の動画も言いましたけれども、副鼻咽って結構やっぱり炎症があって目とかもチクチク痛い、その代わりにやっぱりこう全部つないでるので喉も乾くしね、すごいちょっと最近一番苦しんでますね。もう結構、先週も点滴も行ったんです。言われて点滴、結構なかなか薬飲んでも治れないっていう感じ、ありまして、やっぱり慢性なので、それは10代からちょっとこう持ってますので、なかなかねということで、それでやっぱり普段自分努力しないといけないので、で、最近はよく飲んでるお茶はこの、菊花茶、そしてもう一つはこの呼び方は中国語は金銀花、金銀花ね、金銀花、まあ漢方薬ですけれども、でもこの金銀花だけでも、それで菊茶だけでもね、お茶になれますので、こうのの皆さんいろいろこう体調に合わせて飲みますので、で、どの時こうよく飲むとか、皆さん多分すごい質問と思いますけれども、例えば耐熱感、そして頭痛、イライラする、そして貧困で印鑑、そして、なんか消化不良とか、消化不良の時は消化不良にもよっていろいろありますけれども、主にさっき言ってたの時ですよね。で、今はあと私はすごいこうやっぱり炎症があって、脳動のこともあって、そして鼻によって頭痛もあるから飲んでますね、この菊花茶と金銀花ね、金銀花と合わせて、じゃあ2つ合わせて大丈夫ですかっていうのはすごい多分皆さんもねこういう質問もあるじゃないかなと思いますけど、確かに合わせて飲んだらいけない漢方のお茶もたくさんありますので、この2つは絶対大丈夫なので、なぜなら2つともこのどう言ったらいいかな、ね、この2つのお茶とも官僚性のこのお茶なので、そしてこう官僚性と言ったらやっぱり暑さ解消します。そしてこの肝臓にとか目にもいいので、何よりもこう消毒と炎症を抑えれる効果があります。なので一緒に飲むのは大丈夫、2人とも良性ね、肝良性っていうのを同じの質持ってますので大丈夫ということで合わせて飲んでいいと思いますので、ただしどういう方飲んだらいけないとか、もうちょっと早めに言った方がいいかもしれないんですよね。どういう方と言ってたら、いいとか
脾、脾とか弱ってる方はあまり飲まない方がいいかも、良性なので。そして女性だったら生理の来てる時は飲まない方がいいということなので、やっぱりこう冷やす、先ほど言った寒涼性なので、だから飲まない方がいいということなので、結局この寒涼性のお茶なので、毎週毎日飲まなくていいので、飲みすぎても体良くないので、だから、1週間3回くらいでいいのでね、すごい。しかも入れ方すごい簡単、他のお茶も比べるとね、他のお茶と比べるとやっぱり簡単。先こう見せて、そしてこういう適量、自分飲むの適量のこの2つのお茶入れたらね、こう置くだけ。まあ90度から100度のお湯入れて置いて5分間くらい置いてほしい、ね、そして置きましたら、実はこれも10分ぐらいかな、先入れてからまた電話とかの対応してたのでちょっと時間かかりましたけれどもね。そしてこうやってお茶碗に入れますのでね、色はちょっとおすすっていうね、黄色ってすごいいい感じです。匂いも結構癒されますよ。すごい好きですね。じゃあいただきます。うん、やっぱり美味しいです。この撮影のために、昼我慢して飲まなかったんです。今ちょっとこうささっと入れてちょっと飲んでます。やっぱり啓徳の効果があります。啓徳と言ってたらやっぱりこう、いろいろ普段私たち食べてたものの中にも毒があります。飲んでる薬の中にも毒があります。そして毒はどん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 こういう、ね、タンパク質とかいろいろな、いらないもの、そしてちょっとこう消化しなんかしにくいものになって吸収されて、だけど結局出しにくくなりますね。出しにくくなりますので、でどん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 自分の肝臓の中に溜まってしまいますので、肝臓は本当は体の一番大きな化学工場言われてますので、なのですごい妖怪物体の中に溜まって、たくさん溜まってたらいろいろな病気すごい出てきますので、風邪もそうけれども炎症もそうですね。さっき言ってた飲んでいいという、飲んだ方がいいという、もう一つはね、耐熱感、つまりずっと体ちゃんとの熱じゃないけど結構中に熱保てるというのは、そう感じた時やっぱりどこかでちょっと炎症が起こしてるということで、薬飲むのはちょっと早いし、そしたらこういう今日のこの菊の花とキンキンカこう合わせて飲んだら、その毒は出していきますので、ね、すごいいいです。さっき言ってたの、多分一つ分かりにくいのは神婚な漢字は、あと神婚、神書いて、あと妖怪書くですけれども、神婚はぼんやりするということね、あまりはっきりこうしない時ないですか、ありますね。だから病気もないのにぼんやりするとか、それでやっぱり体内とかいろいろうまくこう出してないこともありますので、なのでその時はぜひこうやっぱり今日勧めてたの、菊の花とキンキンカ、同じ花けど一つ花言うけど一つはキンキンカ、これ日本語まだ覚えていかないといけないです。あかん覚えていきたい
で、ということに、ちょっと進みたいと思います。今は自分の毎週3回一応必ず飲んでますね。なぜならここからの印象で喉どね乾くし、目チカチカ乾いて、やっぱり乾くのはまあパソコンもあり、年齢もあり、季節もあり、だけどやっぱりそれでもいろいろな状況に合わせてちょっと体の異変とかちょっと炎症を起こしてるということなので、ちょっとずつ私たちから生活上病院行く前にいろいろ自分で調整してたらいいなと思います。それでは今から私ゆっくり飲みますので、皆さん月曜日からそしてすっきりして一週間楽しく頑張っていきましょう。それでは今日ここまで終わります。今日の内容は進めしたのね、それで結局できるお茶、菊の花茶と経験花茶のこう2つ組み合わせしての内容でした。それではまた明日、バイバイ、再见、シシエ。はい、皆さん、さっきお茶の時はちょっと言うのを忘れました。7月19日鎮西漢方大阪でお茶会開催いたします。みんなぜひ一緒にお茶飲みながらいろいろについて語りましょう。お待ちしております。具体的な内容と申し込み方法概要欄にあります。ぜひ確認してください。お待ちしております。バイバイ。